結構韓国は好きなんです。韓国が好きという、まあ、韓国料理好きなんですけど、なかなかこう手軽にキンパとか食べれないじゃないですか。このね、ギンギンに冷えたクーラーの中でこの熱いラーメンを食うっていうのはかなりね、贅沢な。なんか韓国ってなんか結構面白いお酒があるね。このままはやばいですよ。ああ、なるほど。ビンなんてなんかそういう。いや、ごめんなさい。今日来てるところはね、満腹村ということで、これ大雲寺交差点かな。信号待ちしてたらこのね店がね目立つと、夜通ったら大体赤々してるんですけど、ちょっとお客さんの、入りとかを見て、閉店間際にちょっとね取材と、いうわけでね、今日はこの後ろのね満腹村というところに行こうかなと思います。それではね、それではスタートします。あ、すみません、失礼します。ああ、こういう感じなんだ、なんか。あ、すみません。これラーメンがおすすめ。これ。この牛骨コムタンラーメンとこの自家製キンパ。キンパって。なんか日本の、はい、のり巻きって結構きゅうりが入ってたりとか卵が入ってたりとかするじゃないですか。もうそんな感じです。もう本当にお寿司ののり巻きの。韓国版みたいな感じです。あ、なるほど。結構韓国は好きなの。韓国が好きというか旦那が在日です。ああ、そうなんですか。はい、なんで韓国料理、まあ、韓国料理好きなんですけど、なかなかこう手軽にキンパとか食べれないじゃないですか。はい、だからちょっとやってみたいなっていう時。大丈夫です、そういう感じが。なんか変にテレビなりしてる。あ、なんかすごい、あれですけど。ああ、そうなんだ。あ、だからカメラ向けてもなんかそのゆわっみたいな感じじゃなくて、なんか手慣れて、美味しそうですね。よかったらコショウ使ってください。あ、ありがとうございます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これ湯気、このねギンギンに冷えたクーラーの中でこの熱いラーメンを食うっていうのはかなりね贅沢かなと。いただきます。おいしいな、これ。このね、牛骨コムタンラーメンのスープ、熱いけどうまい。ありがとうね。もうこちらこそありがとう。食べようかな。どうしようかなって。
はい。初めての楽しそう。いただきます。めちゃめちゃうまいですわ。初めて食べますね、ほんと。うん、うん。これめっちゃ美味しい、ほんとに。いただきます。うん、なんかビビンバみたいな感じ。なんかビビンバというか、あでも多分あれですね、あの入ってる具材はナムルが結構多くて、どっちか言うとビビンバをなんか巻きます。あー、そんな感じかもしれない。あーですね、そんな感じですね、はい、ありがとうございます。これはもうチャンジャが入ってるという。はい、プルコギの代わりにチャンジャが入ってる。あーなるほど。ちょっとピリ辛で、あー好きな方はチャンジャが美味しいかもしれない。あ、ありがとうございます。さっき習ったチャミスルが、あの韓国のよくあの韓国ドラマとかでこうやってなんかおチョコでちっちゃいやつで飲んでるのを見たことありますか？あります、あります。それの、なんかそれなんですけど、あ、後ろのあのこれです、これです。なんか韓国ってなんか結構面白いお酒があるね。あ、入れてもらってもいい？はい、いいです。このままはやばいですね。あー、なるほど。このままやばいです。瓶なんで、なんかそういうね、ビール的な感じで、はい、いただきます。いただきます。あれ飲みやすい。めちゃくちゃ飲みやすい。飲みやすい。すごい恐る恐る、あのテキーナみたいな感じで独特なんかなと思ったら、美味しい。美味しいんですよ、これ。これ、いや、美味しい。飲んだやばい。でね、あー、でもじわじわ来るわ、これ。でしょ？なんか来ます。でも、ね、美味しいから、ね。美味しいです。で、これで、あの、韓国人は、これをピーってやって遊んでゲームする。あー、で、なんかなったらみたいな。パーって下げたら一杯飲んでみたいな。はい、ありがとうございます。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。